はい、こんにちは、みそらです。ご視聴いただきまして本当に感謝をいたします。今日も空から温かいメッセージがあなたに届いております。今日は、近未来あなたがこう掴んでいく収穫を見ていきたいと思います。どんな、収穫があなたに待っているのかということを、見ていけたらいいかなと思っております。それでは、なんとなくでも大丈夫ですので、カードを眺めていただいて直感でこれかなと思うものがあれば一つお選びください。はい、ありがとうございます。それでは最初にこちらの青いペンギンさんからリーディング見ていきたいと思います。はい、それではこちらの青いペンギンさんを選ばれた方のリーディング見ていきます。こちらが変化を見ていきます。でこちらの2枚が、詳しい内容を見ていきたいと思います。はい、でこちらがですね、全体の、アドバイスを、龍神様からいただいております。失礼します。素粒、はい、では見ていきます。ですね、何か物心ともに、充実してくるようです。なんか物質的な面においても、あなたの内面、精神的な面においても、非常に物心ともにね、なんかね、充実されていく、そんな印象がまず、あります。で訪れる変化なんですけれども、なんかですね、こちらなんか楽器を持っておられるんですよね。そうで、なんかこの周りはこうすごく温かみのあるオレンジで、翼はちょっとこう黒っぽい感じで、こうなんかこう強さを表しているのかなとも思うんですけれども、あなたが何かしらの形で、自分を表現していくことができる。そう、こちら楽器持たれて、いるんですけれども、何かこうあなたという魂を、まあ、音楽で表現していったりだとか、絵で表現していったりだとか、何かあなたにはそういったなんかこう表現していくこと、まあ、それは言葉でっていうこともあるかもしれないんですけれども、何かしらあなたの魂っていうのをあなたはこう表現していくことができる表現者であるようです。なんかそういったこうちょっとアーティスティックな才能っていうのもお持ちの方であるようです。そう、あなたがこうのびのびと自由に自分という魂を歌っていける、なんかそういった印象が私ちょっと強いですね。これヒーリングとかっていう意味もあるんですけれども、こうスピリチュアルだったりとか、まあ、波動であったりとか、そういったこうちょっとスピリチュアル的な意味を表しているカードでもあるんですね。こう神聖な存在であるという、なんかあなたはね、非常にこう深い英知をお持ちの方のようです。そう、なんか霊感とかがなかったとしても、別に霊が見えるとかそういったことがないけどなと思っているとしても、なんかあなたにはその天の神様や、まあ、今日天使さんからでメッセージ受け取っているんですけれども、そういったその割と高次元の存在の方、神聖な、そう、神と共にあなたは歩んでいくことができるし、またそういったメッセージっていうのをあなたはキャッチすることができる。またあなたには深い英知があるようです。英知の能力、だからその生きていく上でのその知恵だったりとか、
そう、深い愛情であったりとか、これもすごくね、なんかオレンジでこう夕焼け色のような、なんかすごく温かみがある色だなと私思うんですけれども、そうだからきっと経験値も豊富な方なんではないかなと思います。そうこうね、理念転生の回数がすごく多いとか、うん、この地球においてのあなたはさまざまな経験やさまざまな感情というものを味わってきている方、うん、そういったあなたのその神聖なこうピュアな魂っていうのはとても希少価値がある存在であるし、またそれをあなたは表現していくことができる、うん、なんか表現者のようです、うん、なんかそういったな、ね、表現していくっていうことに何かつながっているのかなとも思うんですけれども、何かね、物心ともに、そうあなたがまさにこう収穫していけるよって、だからこれまでこうあなたがこうコツ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 良い種まきをしてきたその、まあ、稲穂がようやくこう大きく育って、今度はあなたがいろいろなものを受け取っていける、いろんな豊かさっていうものをあなたがあのここから先っていうのはやっとこう刈り取っていける、収穫していける、なんかそういった人生のその変化、うん、ターンに入ってくるようです。うん、なんかこれはあなたがコツ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 そう頑張ってきた結果でありますよって、うん、だからあの遠慮することなくあの受け取っていってねというようなね、そうメッセージが届いております。うん、そうで精神的な面でもすごく安定してこられるようです。そうだから何かしら、まあ、お仕事であるのか、まあ、趣味であるのかちょっとわからないんですけれども、あなたが頑張って来られたことっていうのが結果になって出てくるみたいなんです。そう結果が出てくる、うん、なんかそういったことであなた自身もとてもその心のバランスもこう取れてくるし、心の平和が訪れてくる、うん、安定と平和が訪れてくるよって、うん、そうこれもこう安らぎっていう意味もこうあるカードなんですけれどもね、すごく綺麗ですよね、ハスの花が咲いていて、そうね、ハスの花ってこう泥より入れて泥に染まらずっていうこう素敵な言葉があるんですけれども、そう何かね、あなたはそういったその泥の中、泥水の中から必要な養分っていうものをちゃんとその自分で抽出して、泥の中でも腐らずに、そうこういったね花を咲かせることがそうできた、なんかそういった印象もありますね。でいよいよあなたが収穫を得ていく時だよって、うん、それは何か表現していくことになんかねつながっているようです、ね、何か心当たりがあるとすればね、うん、そのことかもしれないですし、何かしら何か言葉にして伝えていくとか、ね、今の時代ってすごく自由ですからね、こういった YouTube とかもそうですけど、ね、何かしらそうあなたの魂をこう形にしていくことで、うん、あなたは何かをこう生み出していけるようです、うん、だからとにかくこう何かね豊かさがやってくるよって、それはこう目に見える豊かさでもあるし、こういった精神的な内面での大きなこう安らぎとか安定とか、そう、そういったことでもあるよって、うん、だからそう漠然としたこう未来への不安とか
今まではどこかこう満たされなかったような気持ちとか、そういったものが多分こうスーッとなくなっていくんだと思います。そう、何かしらの結果が出てくる、なんかそういったことが今あなたには伝えられております。ではちょっとね、あの龍神様から、アドバイスをいただいておりますので、見ていきたいと思います。総流、なんかですね、私がちょっとこう印象的に思うに、これ 2つの流がこう絡み合っているんですよね。そう、こちらが、ね、燃えるようなこう赤で、こちらがこう、まあ、水のね、まあ、浄化とか冷静とか、なんかそういった意味を表しているのかななんてこう思ったりもするんですけれども、ここに鍵が描かれているんですよね。キーポイントっていうか、なんかすごくこれが気になるんですけれども、なんか私がちょっと思うになんですけれども、なんかあの恋愛でっていうよりかは、多分そのお仕事とか今着手されていることにおいて、何かあなたにとってすごく心強いパートナーっていう方が未来の部分では現れてくるようなんです。そうで、こちらね、そのまま読むと他人に頼るっていうことが書かれているんですけれども、何かね、あなたと一緒にタッグを組んで、そう、なんかどんどんこう切磋琢磨して成長していかれるような、そういった心強いパートナーっていうものが得られてくるよって、なんかそれが一つのキーポイントであるようです。そうで、その方となんか出会うことによって、何かそう結果が出てくる。そう、もしかしたらそれは共同作業かもしれないんですけれども、そう、何か心強いあなたにとってとてもね、魂から本当に深い喜びを感じていけるようなお相手っていうのが未来の部分では待ってらっしゃるし、なんかその方っていうのがあなたにとっての大きな人生をこれから歩んでいく上での、なんかとてもキーパーソンになる方のようです。だから何かね、運命的な出会いが余っているみたいです。なんかその方と出会うことによって、あなたがよりなんか飛躍されていくのかなというね、印象があります。そう、なんか誰かと共に何かを作り上げていく、何かを表現されていく、なんかそういったイメージ感がありますね。こちらもね、2匹いるんですよね。こちらも2つで、そう、もしかしたらこう冷静とこう情熱で、あなたとはちょっと違う、全く違うような魅力を持ったお持ちの方なのかもしれないですけれども、何かその方と出会うことによって何かがこう完成されていかれるようです。あなたがずっとこう取り組まれてきたことが完成されていくのかもしれないですし、そう、それによってあなたの心もね、とても満たされていく。そして何かね、物質的な収穫も、そう、多分得られていく。そのこと方と出会うことによって何かしらこう成功を収めていかれる、なんかそういったことが、伝わってきました。いいですね。そうね、印象としては物心ともに本当にこう充実されていくのかなというような印象があります。そうで、それは何か表現することにそうつながっているよって、あと運命的な出会いというものがこう未来の部分では待っている。そう、あとこちら他人に頼るっていうふうに書かれているんですけれども、そう、その自分一人で何でもかんでも背負わなくていいんだということ、なんか全部自分の責任の上で、背負っていかなくてもそういいんだということなんですよね。だから例えばこう、あなたを守護してくれる存在の方であったりとか、天の神様であったりとか、そう、
結果においては天にこう身を委ねてしまっていいのかもしれないです。そう、心配はいらないよって、だからこうリラックスしてね、あの楽な気持ちで過ごされている方があなたにとっては何か好循環を生む、そうキーポイントになってくるようです。そう、だから割とこうマイペースに自分のペースで歩んでいかれること、なんか焦らなくてもね全然大丈夫だからねっていうことが伝えられているんではないかなと思います。はい、ありがとうございます。何かしらの参考やヒントにしていただければ私も嬉しいです。はい、続いて、こちらの方のリーディング始めたいと思います。こちらが、大きな変化になります。でこちらの2枚が、詳しい内容になっております。はい、あ、すごく可愛いですねこのカード、初めて出てきました。可愛い、綺麗ですねなんかね。はい、でこちらが、龍神様から、全体のアドバイスを一つをメッセージを受け取っております。はい、お、なんかすごく力強いカードが出てきてくれております。はい、それではリーディングしてまいります。何かですね、内面的な変化、精神的な面での大きな変化っていうものが、あなたには今後訪れてくるみたいです。何かですね、こちらもちょっとこう神聖な感じがするんですけれども、なんかあなたが、心からなんかこう日々の生活、生きていくっていうことを心からなんかこう充実してこう満たされた気持ちで生活していくことができるようになってくるみたいです。そう、精神的な面での大きな充実感、それっていうのはなんていうのかな、すごくこちら神聖なこうカードにも私思えるんですけれども、人って、その生きていること、生きているっていうこと、ただそのことに本当に心から感謝をできるようになった時って、なんかただそれだけで、生きているだけでなんかすごく幸せだなとか、なんか生きていることってすごく尊いんだなとか、なんかそういった神聖な気持ちっていうものが根底にこうあると、なぜかその今までと変わらない生活を送っていたとしても、なぜかね心がねどんどんこう満たされてくるんですよね。そう、例えばそのごくごく当たり前のことがすごく幸せに感じたりだとか、そう、こうご飯をこうただ食べることも、あ、美味しいなって、すっごくご飯をこう食べれるって幸せなことだよねとか、こう外に出て外の空気を吸うことも、あ、気持ちいいなとか、ただこう寝たりとか起きたりすることでさえもなんかすごく生きてるって本当に幸せなことだなって、こう、そう、そういったこう神聖な気持ちをこう思い出していく、またはそういったこう神聖な気持ちが根底にあると、なぜかこうすごく心からこう人ってこう満たされていくんですよね。こう自然とこう慈愛の心も深まっていくって言うんですかね。なんかそういった気持ちを持ってあなたはこう、そう、日々をこう生活していくことがなんかできるので、なんかいつもあなたがこう満たされた気持ちで、とてもこう充実感を持って、生活していくことができる。だから周りがこうどんな状況だったとしても、外が嵐だったとしても、そのあなたの心の中っていうのはいつもこういったこう平和が保たれている、
そう安心感であったりとか、だからそのあなたの幸福度っていうのは人や周りの環境にこう左右されることがない、いつもあなたの幸福度っていうのはそう左右されることなく保たれているので、そうなんか心の面でのすごくこう満ち足りた充実感っていうものが訪れてくるみたいです。そうあともう一つはあなたにとってのそのとてもこうウキウキワクワクするような心からこう魂がこう躍動してくるようなそういったなんかこと計画プランっていうものがなんか今よりもなんかはっきりとしてくる、明確になってくるみたいなんです。そうもしかしたら今こう着手されていることとかがこうちょっと漠然とした思いで取り組んでいるとしたらば、未来の部分っていうのはなんかもっとこう今よりも目的っていうものがはっきりとしてきて、あなんかああなりたいなとかこうなりたいなとか、じゃあこうなっていくためには具体的にこういった目標をここをゴールにして自分は目指していけばいいんだなっていうような、そういったあなたの中でのとてもこうウキウキワクワクするようなこう明るい未来へ向かってのその計画プランビジョンっていうものがなんかさらにねはっきりとしてくるみたいなんです。今よりも目的が定まっていく、なんかそういった印象もすごくこうありますね。そうだから一つ何か大きな夢とか目的っていうものがあるのかもしれないですよね。そうなんかあなたがこうウキウキワクワクすること、そういった感情にいつも従っていくといいようです。うんね、これもなんかこうすごくね秘密の花園じゃないですけど、花も咲いていて華やかさもあるんですけれども、こちらこう星がねこうキラキラと輝いていてとっても素敵な景色だなと思うんですけれども、そうこの星が輝いているように何かあなたがこうすごくこう一瞬一瞬をこう楽しんで生きていくことができるし、そういったこうウキウキワクワクすることっていうのがどんどんね心の中からね溢れ出てくるようなんです。あんなこともやってみたいな、こんなこともチャレンジしてみたいなっていうような、そう心が躍動してくる、うん、そういったなんか印象がありますね。でこちら数字で見るとこう 7なので、ちょっとねなんかあなたにとってのチャンスっていうものも訪れてくるのかなっていう印象もちょっとあるんですよね。そうこう7ってこうラッキーセブンじゃないんですけど、幸福とか、まあ、そういった祝福とかっていうメッセージ性もありますので、何かあなたにとってのチャンスっていうものもね、もしかしたら未来の部分では何かしらこう、うん、天からこうね豊かさとしてそう、うん、授けられていくのかもしれないです。とにかくなんかこう前途は明るいっていうイメージ感がありますね、すごく。そうはい、でこちらが、全体的なアドバイスをいただいております。雷龍様があなたには出てきて くださっております、ね、すごくなんか稲妻なんかすごい力強いですね。神様のマークがあるんですけれども、そうなんかあなたはこう魂とこう一体となってそう歩んでいくことができる。だからあなたが今やりたいと思っていることとか、あなたの内側からウキウキワクワクする思いのその思いっていうのは確かなあなたの魂の中から湧き上がってくるあなたの魂の願いでありますよって、うん、だからそのいつもそのウキウキする楽しいと思える感情を羅針盤にしていかれると、うん、そういったそう道がねどん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 こう開けていかれるようです。でこの未来の自分を思い描くっていう風に書かれているんですけれども、どんどんこうなんていうのかな、私こうなりたいんだとか周りの人にこう言葉にして伝えていったりだとか、どんどんこうあなって行けたらいいなとかっていうこう未来の自分をこう想像していくことだったりとか、なんかそういったことが
何か今後こう目的とかビジョンっていうものをこうより明確にしていかれるそのキーポイントになってくるみたいです。そうだからどんどんこう願っていいということだと思うんですよね。決してわがままではないということ、うん、どんどんこう思ったことはそのちょっととりあえず行動にしていくとか、そうどんどんあなたがその夢や目的に向かって邁進されていく、そう、そのキーポイントっていうのがそういったこう魂から湧き上がってくるこうウキウキする感情であったりとか、そういったこう未来のその自分をこう思い描いてみたりだとか、なんかそういったことがあなたにとってのよりその心の活力になっていかれるというか、そう、そういったことが大事であるようです。はい、うん、よりねなんか一つ一つの生活をこう充実して丁寧にこう過ごしていくことができるのかなといったようなね印象がありました。はい、ありがとうございます。何かの参考にしていただけたら私も嬉しいです。はい、それではこちらの白熊さんを選んだ方のリーディング見ていきたいと思います。こちらが、変化になります。はい、でこちらの 2枚が、詳しい内容になっております。はい、失礼します。あ、綺麗ですね、秋。はい、でこちらが、龍神様から全体のアドバイスを一ついただいております。ではリーディングしていきます。一つ変化なんですけれども、あなたにとって本当に大切なもの、本当に大事なもの、心から守りたいもの、または守りたい人っていうものが明確になってこられるみたいです。守るべきものができてくる。それは、まあ、守るべき、大事な あなたにとってのパートナーかもしれないですし、ね、こうやって大事そうにこうワンちゃんをこうそっとね守っているようにも見えるんですけれども、そういったなんかあなたにとってのこうこれだけは譲れないというようなものだったりとか、本当に自分にとっての必要な環境であったりとかことっていうものがなんかとても明確になってこられるようです。でね、とにかくこう全体のこう印象なんですけれども、あなたが何かから解放されていくよって、そう、大きな解放が訪れてくる。それはそう精神的な面でのその解放っていうことももちろんあるんだと思うんですけれども、まあ、それはこう今までなかなかこうちょっとこう手放していけなかった、まあ、人間関係であるかもしれないですし、あなたにとってそうちょっとねこうストレスの原因になっていたものだったりとか、あなたにとってはあまりちょっとこういいとは言えなかったこう人間関係であるかもしれないんですけれども、そういったこうあなたにとってのも不要に なっていくエネルギーっていうものをどんどんここからっていうのはそう手放していけるよって、そうあなたがこう解放されていく。だから何かあなたをこう長年こう悩ませてきた、まあ、悩みだったりとかこうちょっと個人的な問題っていうものがこう大きな解決に向かっていくのかもしれないですし、そうちょっと今までこう腐れ縁でねこう続いてきたような関係性っていうものになんかこう終止符が打たれて、あなたがこう新しいこうステージに進んでいかれるのかなっていうようなこう印象もあるんですよね。そう何かをこう手放していける。であなたがそういったこう自分にはもうちょっとこう 見合わなくなった、まあ、波動であったりとか
こう人間関係っていうものをこう手放していけることで、そこにこう空いたスペースにまたそこにこう良きエネルギーっていうものがこうどんどんこう入ってくるので、そうだからこう深い安らぎとか深い安心感とか、なんかそういった内面的な面においての、そう充実感っていうものが今後あなたには得られていくようです。うん、でこちらね、蜂ってこうエネルギーの循環っていうことも意味していたりするんですけれども、そういったあなたがこう本当にこう必要なものと不要なものっていうものがはっきりしてくることによって、そのあなたのエネルギーバランスっていうのもこう今までよりもこうよりよく循環していかれるようなんですよね。エネルギーのその言ってみれば漏れがなくなってくる、こう車に例えるとこうガソリンをこう満タンに入れたとしても、ちょっとこうそこからガソリンがポタポタと漏れ出ていたりとかするとこう目的地までたどり着けなかったりだとか、途中でこうメンテナンスが多く必要になってきてしまったりだとか、何回もこうガソリンをこう入れに行かなければならなかったりとかするかもしれないんですけれども、そういったこうエネルギーにおいての無駄な消費とか浪費っていうものがなんかなくなっていかれるみたいなんです。例えばこうね、お仕事が休みの日に自分はこうちょっとゆっくりこう休んで心身ともに充実をしたいんだけれども、ちょっとこうね、ご飯行こうよとかこう誘われたりとかして、まあちょっとこういつもお世話になってる方だしってちょっとこう無理して、行ってしまうと、結局はちょっとこう自分自身がこう休めなかったりとかして、そうちょっとそこでこうエネルギーを使ってしまうので、結局こう自分の好きなことにエネルギーをこう注げなかったりだとか、こう自分が癒されていく時間っていうものがこう減ってしまって、ちょっとこう心のバランスを崩してしまったりだとか、なんかそういったことが今まではあったとしたらば、そういったこう無駄なこうエネルギーの消費っていうものがなくなってくるので、本当にこうあなたがこう好きなこととか安らげる時間っていうものがこうどんどんこう増えていくことによって、そうあなた自身もすごくね満たされていかれるようなんです。うん、好きなことにこう多分集中していける時間とか癒されていく時間っていうことにこう本当に使いたいこうお時間に自分がちゃんとエネルギーをこう注いでいける、なんかそういった印象もありますね。そうだからこうここから先っていうのはもしかしたら好き嫌いっていうのがはっきりされてくるかもしれないですけれども、それはそういいことですよって。そうやっぱりこうお家の中とかもこう模様替えしようとかってなった時に、一回こう古くなった家具とかものをこう処分したりとかしないと、こう新しいこう素敵な家具とかも置けないじゃないですか、やっぱりスペースがないと。それと同じで、なんかあなたにとってこうそういったこう無駄なスペースがこうどんどん省かれていくことによって、あなたがこうよりね素敵なこう生活を自分でこうカスタマイズしていける、そう、そういった印象がねありますね。うん、あなたにはそういったこうね収穫が訪れてくるようです。だから何かしら悩んでいたことっていうのがもしかしたら解決に向かっていかれるとか、なんかそういったことも起きてくるのかもしれないです。はい、それでは、こちら全体的なアドバイスを見ていきます。輪流があなたには出てきてくれております。完成した物事が始動するとき、すごいですね。なんか今までいろんなこうご苦労をなさってこられたのかもしれないですけれども、そうなんかね土台はね整ったよって。そうなんか今までっていうのはもしかしたら何か、まあ、大変なことだったりとかがあったとしたらば、そうなんか強固な土台を作り上げていた時だったようなんです。でそういった土台がもうなんかね整ったよって、
ちらなんかこう陰と陽のね、マークをこう手にこう持っているのがちょっと気になるんですけれども、何かねあなたの中の闇と光とか、まあ、ネガティブとポジティブとかなんか相反するものっていうのが一つにこう融合されていかれるようです。うん、これってすごく難しいことだったりするんですよ。陰と陽を融合させていくとか、そうこういったこの、まあ、光と闇って全く違うもの、相反する全然違う2つのものに見えるけれども、実は2つで1つで完全であるものであったんだよっていう、そう2つに見えるものっていうのはシンプルに見ると本当は1つであったんだっていうことなんですけれども、そういった陰と陽とか光と闇を融合させていくこと、なんかそういった作業がねなんかね完了したみたいなんです。そう、なんかその闇とかこうネガティブな部分ってこう一見するとちょっとこう悪い感情とか良くない感情って思いがちなんですけれども、実はその人間の感情にいいも悪いも本当はなくって、そう健全であるからこそ、生きているからこそ感じれる人の心の機微だったりとかもするので、その喜怒哀楽って、そう実はそのネガティブな部分とか一見自分では欠けているような部分っていうのがこう人から見たらそこがこう才能であったりとか、または魅力であったりとか、ちょっとこう愛らしいなって思うような部分であったりとかもするので、そうネガティブな部分とか闇の部分っていうのも実はものすごくあなたの魂を彩っている大事な大事な一部であるということなんですよね。そうこれはあのテレビでこう見た話で、またちょっと話が長くなってしまうって申し訳ないんですけど、なんかね何だったかな、あの WAM のラストクリスマスっていう曲ありますよね、有名な曲、クリスマスソング。そうであの曲ってその作曲するある程度パターンっていうのがあって、その確か1625進行っていうのかな、まあ、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、その1625進行っていう曲の作り方をしているのがあのラストクリスマスなんだそうです。でその曲の作り方っていうのは、その安定的な音と不安定な音っていうのを交互にこう単純にね交互にこう重ねていくことによって生まれたあの WAM のすごく温かみのある曲ができたんだよっていう話がテレビでやっていて、そうだからその安定的な音ばかりではやっぱりその曲の温かさとか味わいっていうものはやっぱ出せなくって、そこにこう不安定な音っていうのも音源も入ってくるからこそ、ああいったこう素敵な温かみのある曲があのできるようなんです。そうなのでポジティブばかりではやっぱりいい完全ではないし、ネガティブがあってこその完全な一つであるということなんですよね。またネガティブな部分っていうのは実はそこを磨いていくとあなたのこう強みになったりとか魅力だったりもするよって、なんかそういった陰と陽の融合っていうことがあなたにはこうできているみたいなんです。なので土台は整ったよって、だからもしかしたら何かしら新しいステージにここからっていうのは切り替わっていかれるのかもしれないです。一つこう大きな課題をあなたがクリアされた、なんかそういった印象がありますね。だからここからっていうのは何かね、あなたにとっての新しいステージが始まっていく、そうなんかね仕切り直しじゃないんですけれども、全てがこう一掃されて、そこからあなたがこうまたこう好きなものをカスタマイズして積み上げていけるような、そんなイメージ感がねなんかちょっと伝わってきますね。そう、うん、新しい始まり、そういった印象があります。そう、そしてエネルギーの漏れがなくなっていく、
好きなことにまっすぐに集中していける時間っていうのがね、どんどん増えていかれるのかなというような印象もあります。何かしらの参考やヒントにしていただけたら、私も嬉しいです。ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。みそらでした。ありがとうございます。